エネルギー問題、これは経済政策と被る部分もあります。一昨年の東日本大震災を踏まえまして、多くの国民が脱原発原子力に依存しない方がいいという思いを持っているというのも事実だと思います。一方で、国民の中にはですね、原子力発電所を動かさないと日本の経済大丈夫かという不安を持っておられる方がいらっしゃるのも事実です。しかし目を世界に転じますと、世界においては脱原発というよりかは原子力発電所の経済性がもはや正当化できなくなったというのが世界の常識であります。例えば福島第一原発の原子炉を設計した GE という会社のトップでありますイメルトさんが、フィナンシャルタイムズというイギリスというか、これ世界の一流の経済誌のインタビューに答えて、もはや原子力発電所の経済性はなくなったと、もはや原子力発電所の経済性はなくなったとはっきり答えております。まさに作っている人がそういうふうに答えている。それなぜかというと、アメリカでシェールガスという新しいガスの掘削技術が発見されたこと、そして使用済み核燃料の廃棄コスト、あるいは原子力発電所が万が一事故を起こした場合のそのコストの可能性等々を考えると、原子力発電所を作るよりはシェールガスを燃やした方がはるかに安上がりで安全なエネルギーが提供できるというのが世界の常識になっております。そのことを阻害しているのが送電網を独占していると、送電網と独占している電力会社が原子力発電所を持っている今の構図でありますので、私どもはこの発送電分離をやることによって、市場メカニズムによります脱原発、そしてそのためには短期的にはアメリカから、あるいは北米大陸からシェールガス、これは日本が輸入しているガス価格の大体7分の1から9分の1ぐらいの価格で今取引されておりますけれども、それを輸入していく、あるいは中長期においてはロシアから天然ガスを入れていく、シェールガスの革命の結果カタールからヨーロッパ向けのガスの輸出が増えたので、ロシアは先進国向けのガスがの輸出が減っているということなので、ロシアとしても輸出先を探しているというのが実態でありますが、まずは北米からガスを入れることによってガスの調達先の多様化を図っていく、これが、みんなの党の政策であります。同時に、様々なですね、再生可能エネルギーというのも自由に、この送電のグリッドの中に入っていけるようにしていく。そして、超長期、あるいは長期的にはですね、ガスを燃やして出た二酸化炭素を回収していかなければいけませんから、光合成を人工的にできるようにしていく。人工光合成を国家プロジェクトとして進めていく。これがみんなの党が推進しております政策であります。